やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。これ YouTuber のさ、買ってよかったものを見るのがすげえ趣味なの、ずっと。で、バッグの中を紹介してくれる人がいいんだけどさ、そういうの見るとさ、憧れちゃうんだよね、単純に。欲しいなと思って。で、俺もさ、スマートフォンが2台あって、財布が1個だけしかほぼ持たんの。でもさ、結構スマートフォン2個って重いからさ、今のスマホって重いし、服のシルエットとかさ、なんかポッケら辺がポコーンって出るんだよね。かっこ悪いなと思って。ちっちゃいバッグが欲しいなと思うんだけど、バッグの中身、それね、バッグとかね、なんか小分けにされてるっていうか、なんか区画が分かれてるバッグとかうまく使える気しないんだよね。はい、 MP のもうでっかく1個でいい、空間が。あとはこれですね、はい、ヒントミントというミントタブレットですね。中にね、こうミントタブレットがいろいろ入ってます。うん、美味しい。なんやねん、まずミントのタブレット。あとはヤードムですね。結構前に買ってよかったもので紹介したんですけど、タイの鼻づまりを解消してくれるスティックですね。これを鼻に入れて、全部おしゃれ。鼻がすっきりするという。こういうの見るたびになんかバッグ買ったろうかなって思うんだけど、今鼻無敵状態になった。あとはこれは何出てきた、リソップのリップバームですね。プロテクティブギリだな、ギリ使うかどうかだな、ね、持ってって外出先で使うか。はい、あとこれだ。何、はい、ナノバッグですね。え、エコバッグ、折りたたみ式のエコバッグ。あー、もう一回出したら絶対しまわん俺。もう一回出したらもうこのまま使う俺。ーーね、よし、買い物終わった、家帰ってきた、物全部出して、収納こん中しよう。で、収納したこのちっちゃいのをバッグの中にもう一回入れようってのをしない。こんな感じでコンパクトにまとまるので、これ1枚持っておくと丁寧に生きてるやつすごすぎだろ。このストラップにもここね、ファスナーがついていて、これを開けると中にね、こう入れられるようになっていて、この中にはこちらですね、スイのレザーキーケース、こんなケースですね、これを入れています。ここにね、 RFID プロテクション付き背面ポケットっていうんですね、あのスキミング防止ポケットっていうのがついてます。スキミング防止ポケット、ここに入れておけばスキミング防止にはなります。僕ね、もともとここに財布を入れていたんですけど、スキミング心配してね、財布の中にここ開けます。ガバッとね、ここまで開くんですけど内側ね、こう真っ黄色ですね。かっけーんだよな、こんな感じになってます。買いたくなる、ね、けど絶対こんな使いこなせん。こんな感じ、 MacBook とかね、半分いってないんだけど、ここから何出てくるんだよ。ゆとりのあるポケットになってます。ここにね、いろいろポーチとか入ってるんですけど、これも紹介していきます。中からポーチ出てきちゃった、はい、これはバッグの中からバッグ出てきちゃダメなんだわ。手帳カバーというもの、おい無理。この中にはこれと、であとこのメイン収納部分に入ってるのがガジェットポーチですね。はい、この中紹介していきます。これ開けますと、はい、こんな感じ。うわー、雑多に入ってんじゃねえんだ。聞いてるだけだと一個一個すげえ便利に感じるんだけど、ね、こちらも入れてます。おなじみのエレコムのクリーニングクロスです。出た、持ってたら絶対捕まんやつ。これ袖で拭きます。これもファスナーをガバッと開けると、うわいろいろ入ってるので、こちら紹介していきます。カメラ出てきた。はい、はい、こちら最近購入しましたリコーのコンパクトデジタルカメラ GR3X です。これがですね、非常にストリートスナップが楽しいフォンデジですね。持ち歩いているのが、これ行きましょうかね。出た、はい、意識高いやつが持ってるやつ。スプレーですね、ハーンの除菌ハンドスプレーもできるんですけど、ここに入れてるのがマスクケースですね。無印のマスクケース。マスクケースとしてはなかったんですけど、マスクケースが、ね、一番すごい、入れやすいです。全部マスクの袋から入れてこっちに入れ替えるんだ。これがですね、ディラルのレザースリーブですね。このように丸めて止めることで、ここにね、スタバとかでコーヒー買った時とかに入れて飲むと。スタバでもね、もちろんスリーブもらえるんですけど、僕冗談だろ、動画用だよな、動画用だと言ってくれ、動画用だと言ってくれ。これはまあ、このまま、ね、嘘だろ。ポケットティッシュと、で、あとここに入れてるのが、はい、これがニトムズのコロフルモバイルという携帯のコロコロですね。
こう引き出すと、まあでも猫ちゃんとかいるとまあ使うか。猫毛尋常じゃないやついるしな。ケンキどこに来てもあいつ猫毛すげえんだよな。すごい。まあ、こういうの見るとちょっとモチベーション上がるわけですよ。俺も少しはねっていう。初めてバイトをするんですけど、これはしておいた方がいいってことありますか？なんだろうね。でも俺、使える認定されないことだと思う。だってバイトだもん。バイトで頑張りすぎて、上の人に、あ、こいつできんなと思われたところで終わっちゃうと思う俺。何の責任も生じないのに、責任が生じることを負わされたりさ、するじゃん。いや、いい塩梅で無能になることだと思う、俺。頑張らないこと。俺、いろんなとこやったけど、やっぱり、サボりながらやれるところがベストだから、やれるところってか、やった方がベストだから、なんか、プールの講師とか、何個か有能判定されるとこあったんだけど、有能判定されればされるほど、バイトってめんどくさくなるから、単純に。で、でも、多分、就職とか違って、バイトって有能判定されても、給料があったとしても、ビビたるもんだから、じゃあ君にこれお任せするよお任せするよお任せするよっつって、それでお前のなんかそのバイトをしてるっていうことに満足できればいいんだけど、カロリーと給料が見合わないかもしんないね。プールの講師とかもまあ時給上がったっちゃ上がったけど、有能判定されてからなんかやめようかなっていう意思が俺は出たし、他のバイトとかも有能判定されてから思んなくなったなってこともあったから、まあ人によるだろうけど、俺はそうかな。やりすぎない。マジでもう、サボれるところは全部サボってた。もう社員がいたら社員に全部任せてたし。もうやりたくないことをやりたくないと言えるかどうかじゃない。だってバイトだぜ。何のバイトすんの？飲食店か。飲食店はなぁ、だるいかもなぁ。飲食店サボれないなぁ。俺は飲食店はサボれないっていうのは知ってて、飲食店のバイトはしなかったから。絶対きついやん。もう居酒屋とか、その、もろもろのバイトって絶対きついやんね。居酒屋のバイトする人とかってマジですげえなって思う。体力面的にもメンタル的にも。なんか真面目なんだなって思っちゃう俺。忙しいところのコンビニやってる人も真面目だなって思っちゃう俺。コンビニってすごくね。今。なんかもう時代が進みすぎてコンビニっていう施設でやれること多すぎだろ。もういいし、もうファミレスのバイトを始めるんだったらもう流れに身を任せるしかないかもしんない。サボりが存在すんのか。サボり存在しないかも、飲食店って。まあでも逆に言えば、一生動いてるから時間過ぎんの早いかもな。あと俺、バイトしてる時になんか考えてたことって、プールの講師以外で言うと、時間見ないようにしてたよ。時計見ると時間ね、倍に感じるから。バイト本当に、時計見出すとね、進まない！意地でも見ない方がいいよ。バイトってさ、やることを意識するんじゃなくて、時給で換算されてるからさ、時間を意識するんだよね。時計をなんか気にしだすと、この1時間で1000円なんだ、とか考えちゃって、バイトってその蓄積で、その月でボーンってお金もらった時に、おい、意外ともらえんなっていうところはあると思うんだけど、その残酷な1時間を感じてしまうと、この辛さ、この時間の住みの多さの1時間で1000円ってなる。ってなんないために、時間は時計を見ない。なんか変わったバイトしてた人いないの？変わったバイト。市民体育館の受付とかめっちゃいいね。人バカほど来ねえだろうな。外でモデルをカメラで撮るバイト。あれ、バイトなんだね。黒服バイトいいね。黒服とかはでも俺人生経験で一回やってみたかったな。なんかいろんなものへの耐性が上がりそう。おもろいもの見れそうだし。自販機を設置する場所を探すバイトなんてあんの？スペース探すの。ここ良さそうっつって。おもろそう。時給プラス歩合なんかな。契約金もらうと3、5万ぐらい。へぇー！おもろい！おもろいバイトだね。いやでも今世の中も自販機で置く場所なんてあんのか？やってみると意外と敷居高そうだな。
住宅展示場でお家に呼び込みするバイト。あれ、もう来る人いんの？虚無ってる人多すぎない？あのバイトしてる人。でっかいさ、こう、椅子に座りながら、この股の間に看板立てて座ってる人じゃないの？あれ、壮絶虚無じゃね？あ、でも日給 1.5 なんだ。うわー、1.5 なんだ。ちょっと高えんだ。朗読ガールのバイトって何？何？朗読ガールって何？待って、朗読ガールが知らねえんだけど。すっげえ興味ある。何朗読ガール。朗読ガールはどんな仕事？怪しい？何これ？なんかエッチか？どうだ？朗読ガールは直接お客さんに会って仕事をするだけじゃありません。対面はやはり緊張したり嫌悪感が出たりすることも、朗読ガールを担当して動画のナレーションをしてほしい。朗読ガールで YouTube をしてほしい。へぇ。介護施設や図書館などの朗読が仕事に含まれていることもある。営業声優ってこと？めっちゃ良さそうだね。官能小説の対面朗読。おぉ！時給が3000円からだって。対面1対1で？ええー！読み聞かせ女子って言うんだって。でも高いわ。全部の求人が高い。このお仕事をしていて一番びっくりしたことは、新聞を読んでくださいと注文してきた中年男性がいたこと。おもろい。初めて聞いた。朗読ガールなんて存在するんだね。